ダニエル・ベリーは、アンティグラバー・ブーダの陸上競技選手、専門は100メートルを主とする短距離走。2004年アテネオリンピック、2006年コモンウェルス・ゲームズ及び2008年北京オリンピック男子100メートルアンティグラバー・ブーダ、代表。アテネオリンピック開会式では、母国代表選手団の騎士を務めた。ウッサイン・ボルトの練習パートナーとしても有名である。 2008年8月北京オリンピックでは、男子100メートルに出場、ボルトと0秒04差の10秒24で一時、予選1組2位となり、これを通過。二時、予選5組では10秒23を記録するものの、アサハ・パウェル、ウォルター・ディックス、デリック・アトキンスに次ぐ組4位となり、準決勝進出はならなかった。2009年は強烈な指導を見せ、5月に10秒02、 自己ベストを記録、追い風参考ながら9秒93も記録した。5月24日南アメリカの競技会、グランプレミオブラジル会社では新境地を開拓、向かい風にもかかわらず9秒99の自己ベストを記録し10秒の壁を破った。7月ローマで開催されたゴールデン柄で9秒96まで記録を伸ばし、一週後の7月17日、 パリ国際ではボルトに次ぐにとなり9秒91を記録。ベイリーはアンティグラバー・ブーダ記録を更新した。2010年3月世界室内陸上競技選手権大会60メートルでは銅メダルを獲得した。6秒57の記録でこの大会ではアンティグラバー・ブーダ初のメダリストとなり夏の世界大会でも我慢強くメダルを狙っていきたいと語った。 2012年ドンドンオリンピックの開会式では、アンティグラバー・ブーダ選手団の騎手を務めた。ありがとうございます。